ネッディ・ナイリエフ・ナ・ジガンシナは、ロシア出身、ドイツの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、アレクサンダー・ガージ。弟は、ロシアのアイスダンス選手、ルスラン・ジガンシン。2014年、ソチオリンピックドイツ代表。2002年から、デニス・バズ・デュレフトカップルを組み、ロシアから、ISU ジュニアグランプリに参戦。2004から2005シーズンに解散した後、 ドイツのアレクサンダー・ガージとカップルを組んだことから、ドイツに移籍した。ジガンシナの母は、カザ夫人、ガージも父は、ハンガリー系と、国際的なカップルである。2010から2011シーズン、シーズン開幕から4つの国際大会に出場。そのうち3度表彰台に上った。前シーズンの上位2組が引退、休養したこともあり、ドイツ選手権では4年ぶりの優勝。 ヨーロッパ選手権と世界選手権の代表に選出された。2011から2012シーズン、前年の世界選手権の結果により4シーズンぶりのグランプリシリーズへの参加が決まった。2013年11月、ロシア国籍の放棄を認められ、ドイツ国籍取得が可能となった。12月2日に、ドイツ国籍を取得。2015年3月25日、 ガジ特務最後の試合として挑んだ、世界選手権の SD は6分練習の後に、ガジの胃腸炎の影響で棄権した。アイストン、サーンズ・原始なビアト・フォア・オリンピア・ドイチェ・ハット、パール・オファー・バートマン、バンクリーブ・ MWM ・フィナール・ハット、ズ・原子シアンド・ゴス・シー、ダンス・イン・トゥ・ニュー・ディレクションズ。ありがとうございます。